結構大事な場面ですよね、8点差で、はい、まあ、結構大切なんですよね。まず66対58ってやっぱり相手からしたらまだいける、残り8分で、まあ、8分のうち4分は相手のオフェンスなんですよね、まあ、半分で、そのうちで、まあ、4分のうちで、まあ、普通に考えて240秒あって、で1回のオフェンスがまあ20秒弱平均でかかるので、まあ、そういうふうに考えると相手のオフェンスがまあ13から4はあるっていうふうに考えて、まあ、もちろん僕らも逆に考えた13、14回攻撃があるって考えた時に、この8点差っていうのはまあ3ポゼッションで追いついちゃうんですよ。だから13、14のうちが同点でいけばもうそのまま勝っちゃうわけですよ、まあ、点数的に言えば。でもそこでまあ13対、あの決めた回数ですよ、13対10とかになってしまうとちょっと逆転の可能性が生まれるってところで、やっぱりここで2桁にしたいですよね、どう、うん、だからここでまだ見てないですよ、プレー見てないですけど、福ちゃんスリー打つんですか？じゃあ見てからにしましょうか。見てからにしましょうか、うん、いい。ああでもいいすごいいい判断だと思うんですね。ここで3点僕打つかなと思ったら打たないと思うんですよね。やっぱここで2桁で確実に2点の方が確率高いんで、しかも4クォーターっていう勝負どころで、まあ福ちゃんはフリースリーポイントシューターなんですけど、例えばスリーポイントシューターに対してはやはりスリーポイントを打たせたくないんですよ。なのでここでこうドリブルでハンドオフって手渡しパスをするじゃないですか。するときにこのディフェンスはジョーンズの上を通らなきゃいけないんですよ。もう打たしちゃダメなので。だって8点差でいける、まあ、8点差でいけるって時にやっぱ3ポイント入れられたらきついじゃないですか。でこっち的には2点が欲しいんですよ、相手がアンダーした。でもまあ福ちゃんは打てます。ただそこでやっぱり点数と時間差っていうのを考えたらドライブっていうのが有効だったので、そこでここも出てきてないですし、まあ、ストロングサイドっていうか右がやっぱり強いんで、ドライブを狙ったらもうそのままやっぱり相手も追いつけずにっていうところが、あとバランスがいいですよね、みんなちょうどフロアバランスが、相手は入れ替わりたいんですよ、マークをスクリーンをした時に。だからあえて僕は入れ替えさせないようにしてるんですよ。でわざとちょっとヘルプさせないようにここでポンって当たることで自分のマークにこう見る、やっぱ当たったら見るじゃないですか、その時にドライブ行くとか、そういうのをやっぱこう嫌がらせというかやりながら、相手がどういうふうにディフェンスするのかなっていうのを考えて、その後そうこういうゲームプランっていうのを組み立てて、で相手のディフェンスを崩していく、相手に一貫性を持たせないっていうのがやっぱり相手の混乱するところの、うん、一つかなと。いいですね、鶴が毎回立ち上がるんですよ、こういう仲間が決めるとこれはいいですね。あ、じゃあら立ってないけどじゃあら立ってないけど、まあまあまあ立ち上がってますもん、ほら。いや、ベンチね、大事ですよね。大事です、これは。